慌てないで、遺跡は逃げないよ。え、よくわかったな、俺が何考えてるか。抜け駆けはさせないって言ったろ。さあ、どうするんだ。もう一度町を回ろう。きっとどこかに手がかりがある。わかった。まあこんなもんか。これでこの辺りの地形はつかんだっす。気をつけろ、妙な奴がいる。亀の兵馬か。誰が亀兵馬っすか。おいらは亀人っすよ。亀人天族なのか。亀人は亀人っすよ。見てわかんないっすか。そうなんだ、ごめん。こんなのがいるとは。世界は広いな。初めてですか。うん、ただの田舎者みたいっすね。無礼千万だけど、亀は万年の心で許してあげるっす。それはどう。へへ、おおらかなんだ。当然っす。亀人の器は甲羅の大きさに比例するっす。で、君は何をしていたんだ。ある目的のために地図を作ってるっす。へえ、地図を。そういえば僕たちはちゃんとしたの持ってないな。天意見聞録の図版はかなり古いものだし。あんたら無謀すぎっす。なんならオイラの地図を売ってあげてもいいっすよ。お得情報がカメ盛りっす。ありがとう、助かるよ。毎度ありっす。買ってもらえてオイラもラッキーっす。
地下水路か。怪しいね。一人戻ってこないか。大丈夫かも。行くのか。うん、戻ってこない人が心配だ。スレイさん、スレイさん、感じるのですね。街中より断然汚れてる感じがする。本当にスレイさんは素晴らしい才能ですのね。どんどん力が馴染んでいっている。私の想像よりずっと早いですわ。そうなんだ。はい、同志たる真の能力解放もそう遠くないかもしれません。それってどういう能力？あいた、すみませんですか。まあ、見ればわかるだろう。だな。兵馬だ。下がれ、ミクリオ。何を言う、僕だって。俺とライラで大丈夫、心配するなって。殴っても中にいる人は大丈夫なの？ラインの攻撃をこの軟体で軽減します。それは…倒すのが難しいってこと？いえ、ですので中の方の方は大丈夫かと。とりあえずいい方向に捉えるか。石空槍見切れるか。まだ火は狂わせ。石空槍行くぞ、瞬撃。これでどうだ。いや、あれ狂い。たルコン、ケチュアス。ベリーが熱く上昇。よし、トニー。まだ火はシンク、キートレット。お見事です、スレイさん。この調子で行こう。君が助けてくれたのか。俺はどうなっていたんだ。
説明しても分かってもらえないでしょうね。溺れてたみたいです。そうか。いや、情けないな。戻っておとなしく休んでおくよ。何、大丈夫、一人で戻れるよ。よかった、これで心置きなく遺跡探検できるな。ミクリオ、次からは僕も戦う。ミクリオじゃ兵馬を浄化できないだろ。じゃあこれからずっと君の後ろで指をくわえて見てろっていうのか。僕は足手まといになるためについてきたんじゃない。ミクリオ、ライラ、僕も浄化の力を得る方法はない。方法は一つ、ミクリオさんが私の力に連なるもの、媒身となることですわ。そして私の器たるスレイさんに宿るのです。じゃあそれで。ダメだミクリオ、そんなこと簡単に決めちゃ。君に言われたくないな。君だって同志になるってあっさり決めたじゃないか。それとこれとは別だろ。ミクリオは兵馬を浄化するのが夢なのか。違うだろ。僕は天族だぞ。天族の天敵とも言える兵馬を浄化したいって思うのは自然なことだと思う。カエルが蛇を退治したいって思わないだろ。僕はカエルじゃない。何ムキになってんだ、ちゃんと聞いてくれミクリオ。ムキになってなどいない。ミクリオ、足手まといは宿で待ってるよ。スレイさん、追いかけなくては。宿で待ってるって言ってるんだ、ほっとこ。青春ですね、男の優勝。そうですね、でもそれならスレイさん意地悪ですわ。ミクリオさんの気持ち分かっているのでしょ。決めましたわ。え、何を。進むことですわ。うん、それがいいです。なんか分かんないんだけど。さあ遺跡探検に出発ですわ。開き方は分かりそうですか。ハイランド王家の紋章、鍵穴のない扉。これは扉じゃない、そう、封印だ。封印ですか。見つかった遺物や遺構が時の権力者にとって不都合なものだった場合、人目につかないように禁忌扱いして封印してたんだって。ここの鍵は封印を施した王家ゆかりのものか。な、何。スレイさんは本当に遺跡が好きなんですね。うん、子供の頃から遊びって言えばミクリオと遺跡探検だったから。ミクリオのやつ、俺が何か見つけたら次の日すぐ別の何かを見つけてきて。それで。別に、それだけ。鍵は分かりました。あ、もうちょっと扉調べてみる。あ、これか。あとは鍵か。
これじゃないか。ハイランド王家ゆかりのもの。あとは鍵。よし。それにしても変わった鍵ですね。ナイフにしか見えませんわ。ナイフなんだけどね。100倍くらいあるけど。ラットは暗い場所でも正確。はいはい、終わりです。
すげえ、でっかい剣だな。ここがアスガード時代に作られた聖剣の祭壇跡です。ライラ、ここのことを知って。ライラ、先代同士とはここで契約したんです。そっか。でもなんで話してくれなかったんだ。スレイさんとミクリオさんがとても楽しそうだったので。お二人の遺跡の探求心に水を差したくなかったんですの。そしてもう一つ、スレイさんのためですわ。俺のため？スレイさん、同志だからといって全てを一人で抱え込む必要はありません。どうですか、この遺跡にたどり着いて。これまでよりも心が躍らなかったでしょう。スレイさん、理由は分かっていますね。うん、けど友達に宿命という重荷を背負わせたくない。何でもお見通しなんだな、タイガ。いつの時代でも同志とその天族の友人が必ずぶつかる問題なんです。スレイさん、ミクリオさんの気持ち分かりますわね。うん。ならもう私が言うことはありませんわ。ありがとう、ライラ。そしてこの祭壇を訪れた本当の理由は、これをスレイさんに託すためですわ。宝石？人の世では銅石と呼ばれているようです。しかし本来は大地の記憶というべきものですわ。銅石、大地の記憶。スレイさん、見えますか？え？何が？スレイさん、それは天族を感じられる力、霊能力を持つ方にそこに刻まれた記憶を見せるもの。最下の剣士を知るための道しるべとなり得るもののはずです。何も見えないけど。そのようですわね。不思議ですわ。スレイさん、帰ろう。ここで考えててもわかんないし。ですが、必要があればまた来たらいいさ。ミクリオさんとですわね。ここも封印されてる。内側から？ここは同志を生み出すために作られた祭壇なんです。浄化の炎を操れないと開かない仕掛けになっているのですが。なんだって？それじゃあ同志になれなかった人はここから出られず。はい、悲しい時代の産物ですが。スレイさんはすでに私に腰入れしています。力もどんどん馴染んでいる。すでに浄化の炎をある程度操れるはずですわ。なるほど。それでこの燭台に火を灯せばいいんだな。はい、ですがこの先はここで倒れた同志になれなかった人たちの思いが汚れとなり淀みのようになっていますの。氷魔がうごめいてるってことか。注意が必要ですわ。分かった。
ライラよろしく。この場所で多く発生しているスライムです。攻撃力は低いですが、チクチク攻撃してきます。おとなしく眠ってくれ。おとなしく眠ってくれ。ケチだ。遺跡が俺を呼んでいる。またか。ほんとすごい数だ。これほどとは。スレイさん、力が解放されるというか、新たな力が湧き上がるというか、そんな感覚はありませんか？特にそんな感じはしないけど。さすがにまだですのね。こいつらどんだけいるんだよ。スレイさん、急いで突破しましょう。うん。無影響を見かけろ。ケチだ。一戦これどうだ。キリがない。防御に徹してください。必ず逆転できます。天狼刀両断。ダメ。急に見切れるか。ラガキはクルオスキ。来た。来ました。何、ライラ。スレイさん、同志の真の力を見せる時です。同志の私の真の名を捧げます。これが君の。その名を唱えるのです。そして溢れる力をとどめ身にまとうのです。それこそがどうしたる者の真の力。わかった、やってみる。ポエスメイマン。これがカムイですわ。すごい力がみなぎってる。よし、一気に沈めてやる。危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい、一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしいですわ、スレイさん。そんなに褒められると照れるな。スレイさん、もうヒョウマは倒したことですし、そろそろカムイを解きませんか。どうやるのかな。解けないんだけど。そんなことってあるんですの。こっちが聞きたいよ。なぜか大地の記憶も見れないかと思えば、信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて。スレイさんははちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士。ライラ、あ、解けた。カムイを発動した後は自然に解けるのを待つことにしましょうか。
しばらくすればきっと自在に操れるようになりますわ。そうだね。古代語の匂いがする。
今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。よろしく。と、ケチラ、おとなしく眠ってくれ。と、畳みかけろ。よし。と、畳みかけろ。よし。素敵です。さあ、行くぞ。ヒートレッド。マガジンはシンク。ヒートカードこちらへ。どうです？はいはい、終わりです。やっと出られた。これからどうなさいます、スレイさん。宿にはいないんじゃないかな。あら、ミクリオさんは宿に戻るっておっしゃってましたけど。ここの地下って案内石が広がってるんだよね。ならミクリオはここじゃない別の入り口を探してると思う。と、え、ミクリオさん一人で遺跡に？危険すぎます、無謀すぎます。今この町は氷魔がすごく増えてきてるんです。その強さも今さっきスレイさんが体験した通りなのに、なぜそんなに落ち着いていられるんですの？大丈夫だよ。危険と分かってるとこに無茶して潜ったりするやつじゃない。自分だけじゃ氷魔を浄化できないってこともちゃんとわきまえてるよ、ミクリオは。心配ないよ。信じてらっしゃるんですね、ミクリオさんのこと。腐れ変なだけだって。なるほど、ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので宿には戻っていない。そして一人で危険なこともしていないと。ではこの後どうしましょうか、スレイさん。ちょっと意地悪だよね、ライラって。そうでしょうか。これをアリーシャに返したいんだ。まずは扉を開けるのに使ったナイフ。初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。王家ゆかりの品みたいだし、きっと大事なものだと思う。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。ライラ、俺に説明したいことがあるんでしょ。同志のやることについて、あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですわ。そのためにまず私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがありますの。
ならちょうどいいね。アリーシャの屋敷に行こう。ミクリオさんも見つかるかもですし。ああ、きっと適当に引き上げてくるはずだしね。それだと本当にちょうどいいですわね。やっぱりライラ、意地悪だよ。